ナウチンです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最弱必殺技ランキングやっていきたいと思います。強いではなく弱いトップ10の必殺技ですね。さあそれでは行ってみましょう。今回の検証ですけども星4の必殺技のみを検証してます。星3以下の必殺技は入れておりませんのでご了承ください。星4の必殺技約150種類ほどありましたけどもその中で最弱のトップ10は何なんでしょうか。今回の検証方法ですけども真の海賊無双ここでスキルを特殊技強化集中力万全の集中を入れて一撃必殺技を入れて測ってます。ちなみに攻撃を受ける相手はローですね。ローにこんな感じで必殺技を入れてダメージを測ってます。それでは10位からいきます。10位はルフィですね。フォルムチェンジ後のナーガオルガンこれが最弱の10位でした。ルフィ結構必殺技多いんですけども全てそんなに強い必殺技はありません。その中でもナーガオルガンこれですけどもHP の 30% ちょっとしか減らすことができません。これねかなりの大技なのでもうちょっとダメージ上げてほしかったな。それでは9位に行きましょう。9位はチョッパーのモンスターポイントパルメですね。これもチョッパーの奥の手の技なので強くあってほしかったんですけども30% 前後、まあルフィのナーガオルガンとそんなに変わらないダメージしか与えられないので強くはありません。チョッパー自体がねかなり弱いんだよね。必殺技ぐらい強くしてほしかった。続いて8位です。8位はフランキーのジェネラルキャノンですね。結構派手な技なのでダメージあるかと思いきやダメージは全然ありません。これも同じく 30% ちょっとしか減らすことができなかったですね。それでは第7位です。第7位はバルトロメオのバリバリのピストルですね。ダメージとしては同じく 30% ちょっとしか与えられないんですけどもこれはそれプラス発生が遅い、とにかく撃つまでに時間がかかるので避けられることもあります。もう少しね攻撃判定が広かったらいいんですけどもこれ攻撃判定が狭いんですよ。さらにダメージも低くってこれは使えない。それでは第6位に行きましょう。6位はハンコックのスレイブアローです。ダメージは 30% でした。でもこれねダメージは低いんだけども石化させるのでまあそれなりに使い勝手はいいのかな。それではトップ5に行きましょう。第5位は3時のフランバージュショットですね。3時はエクストラアッシュがかなり強くって使えるんですけどもフランバージュショットが弱い。2回ヒットするんですけども2回目がまず当たらないし当たったとしても 30% のダメージなので全然使えません。そしてやはり女性キャラクターに弱いっていうのであまり使おうとは思いませんね。では第4位です。4位はウソップの突撃流星群ですね。ダメージも低いですしまず当てにくい、ものすごく当てにくいんですよね。これ敵を思いっきり持っていければいいんですけどもこれ抜けちゃうんですよ。抜けちゃうのでどうしても当てにくいんだよな。まあ当たったとしても 30% ぐらいなのでそう使えるやつではないですね。それではトップ3ですね。第3位はウソップのバグワームですね。突撃流星群と同じく使いにくい、当てにくいんですよ。で当たったとしてもまあ 30% 弱それぐらいしかダメージを与えることができません。これうまく当てれる人ほんとすごいなと思う。なかなか当たらないねこれ。
それでは第2位です。第2位もウソップです。ウソップは4位3位2位と、なかなかの弱い必殺技を持ってますね。2位の必殺技はインパクトウルフです。見た目意外と派手なんですけども、ダメージは全然ありません。まあ攻撃範囲は広いので、まあ遠距離のバグワームとか突撃流星群よりは当てやすくはあるんだけども、ダメージはこれものすごく低いです。それでは最弱必殺技ランキング第1位です。第1位はベッジのゴッドファーザーですね。今回のランキングですけども、ダメージ量でトップ10を測ってます。まあ使い勝手としてはウソップの方が断然トップなんだけども、まあダメージとしましてはベッジの方が低いですね。ゴッドファーザーかっこいいんだけどね。うん、攻撃判定も広いんだけども、ダメージが低いんですよ。 27% か 8% それぐらいしか与えることができません。はい、ということで今日は最弱必殺技ランキングでした。これ作った後に思ったんですけども、麦わらの一味多いね。うん、なんでだろう。まあこんな感じになりました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。